トラックバスカンパニーは、リビアの貨物自動車とバスの製造開発を行う、国有企業。イタリアのトラックメーカーであるイベコと、リビア政府機関である、リビア産業鉱物資源局との合弁事業として1976年に、設立された。本社を、タジュラに置き、トリポリに工場を構える。設立当初、イベコのメンテナンス施設として稼働しており、その後、組み立てや、 製造工場に代わり、製造されたコンポーネントは、アルジェリア、エジプト、スペイン、チュニジア、ポルトガルの組み立て工場に輸出する、イベコ主要サプライヤーまでになっている。ジャスミン革命に橋を発した一連の民主化運動であるアラブの春の流れを受け、2011年に起きたカダフィの失脚、その後の反政府デモからリビア内戦に拡大した影響により工場は閉鎖。 暫定政府受立後、申し立てが行われた、汚職調査の終了後の2012年に、工場の再稼働が行われている。2019年3月、トブコは、過去に他社で130台の公共用バスを中国から輸入した経緯から、公共交通バスの輸入に反対しており、現地生産できる能力があり、自国産を保護する法律に違反しているとして政府に、 大使不服の申し立てを行っている。リビアの民間製造業は多様性と競争力の欠如から急遽しており、これは政権崩壊の影響だけでなく、カダフィ政権から続くリビアの構造的な問題に起源している。ありがとうございます。